ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は延岡花物語この花ウォークについて、この花ウォーク実行委員渡辺芳則さんと牧瀬健吾さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、延岡花物語この花ウォーク、名前を聞きますと春の花を見て楽しみながらのウォーキングというイメージなんですが、実際はどのようなイベントなんでしょうか。はい、延岡市では早春のこの時期に多くの花が咲き、私たちの目や鼻、いろんな面で楽しませてくれます。そうですね、はい。そこで延岡市に咲く梅、はい、天下一ひむか桜、うん、菜の花、椿の4種類の花があるんですけれど、はい、こちらを結ぶこの花ロードを歩いていただいて、4つのお花を楽しみ、また内藤記念館で、天下一農園を鑑賞する、周遊型の観光イベントとなっています。はい、ちなみにこの花ロードというのは4つの花を結ぶということなんですけれど、その4つの花についてですが、松山町の本東寺にある樹齢220年の縁日梅や、はい、五ヶ瀬川堤防の300本の天下一ひむか桜、そして今もう咲いていると思うんですけれど100万本の菜の花、そして最後に日本三大ヤブツバキ群の一つである城山公園の108種ある、3300本のヤブツバキ、この4種類の花を鑑賞できる、それぞれのエリアを結んだものがこの花ロードとなっています。なるほど。ではこのイベントの開催期間と開催場所を教えてください。はい、この2月の1ヶ月間なんですけども、はい、本当寺の梅と、五ヶ瀬川河川敷の、菜の花、それと天下一ひむか桜ですね、はい、あと城山のヤブツバキ、それぞれ4種類の花が、鑑賞できるのがこの2月の1ヶ月間となっておりまして、はい、そのうち、今週末、14日がプレイベントと、はい、15、16の2日間がメインイベントとして、イベントが開催されます。それぞれ、10時から、16時の間の開催時間となってまして、はい、メイン会場が、延岡市の五ヶ瀬川の堤防ということになっております。物産展なども行われるんですね。楽しみです。はい、早春の一日と綺麗な花を見ながらのウォーキング、本当それだけでこう心が和むような楽しいと思いますけれども、この延岡花物語この花ウォークの見どころや楽しみ方なども教えてください。はい、松山町の本東寺から、城山公園までの区間は大きく、桜菜の花エリア、はい、梅エリア、ヤブツバキ農名エリアの3つのエリアに分かれています。はい、毎年2月にはそれぞれ、異なる花を楽しめるというような、状況になっています。はい、またですね、本東寺の梅を鑑賞するも、よし、天下一ひむか桜の菜の花が咲く、五ヶ瀬川の堤防を散策するもよし、城山の椿を楽しむもよし、皆さん自由にこの花ロードですねをゆったりとした時間で、お過ごしいただけたらと思います。はい、そしてですね、特に2月の14日から16日の3日間、今週末になると思うんですけれど、五ヶ瀬川堤防をメイン会場として、プレイベント、そして、メインイベントを開催します。はい、メイン会場の五ヶ瀬川堤防ではこの3日間、先ほどもありました大物産展や、陶器市、郷土芸能や野立て、郊外でのお茶会ですね、はい、や人力車など、楽しいイベントも満載になってます。はい、物産展の方では美味しい食べ物でお腹を満たしていただいて、普段できない野立てや人力車などの経験体験コーナーですね、も楽しんでいただけたらと思います。はい、またこの3日間は各エリアですねの方で、ガイドボランティアの方が花の紹介やエリアの見どころ等を詳しく教えてくださいます。延岡の歴史や貴重なお話も聞いて、さらにその延岡花物語を楽しむことができると思いますので、ぜひお越しください。はい、人力車に乗って花を見るっていうのもすごい素敵ですね。そうですね、なかなかできないので。そうですよね。はいはい、ではこの延岡花物語この花ウォークと同時開催の催し物もあるとのことですが。はい、そうですね。はい、まず、14日から16日の、同じ3日間、うん、開催するんですけども、はい、ハンギングバスケットの展示、会というのが、うんうん、同じ、五ヶ瀬川のメイン会場で、行われます。はい、
あのハンギングバスケットというのはあの草花をあの自分好みに、デザインでこう容器とか鉢にこう植えて、はい、それを吊るして飾って、まあ、楽しむものなんですけども、はい、そんな綺麗なものが、展示されます、はい、それと15日だけなんですけども、これは JA 延岡さんが主催されているものなんですが、五ヶ瀬川の河川敷の道路挟んで南側の方になるんですけども、はい、そこで麦踏み大会と、うん、空飛ぶ新玉ねぎの収穫祭が行われるということで、いいですね、はい、これあの順に参加できるということですので、はい、ぜひ参加いただきたいと思ってます。あともう一つは、15、16、土曜日、日曜日の2日間なんですけども、はい、これも同じあの五ヶ瀬川の会場で行われますが、九州チェーンソーアート協議会というのが、開催されるようです、はい、でこれは、大体20人ぐらいの、方が作るものがあのこう展示されるらしいんですけど、はい、会場に来られた方が、それを審査して、もらったりとか、そういったのを考えているそうです、はい、このチェーンソーっていうのは、はい、あの自動でこうぐるぐる動く、はい、ノコギリですよね、はいはい、あれを使って、はい、木をこう、はい、削っていくと、はあ、すごいですね、はい、迫力ありそうですね、はい、いや非常にイベントも盛りだくさんで楽しそうですね、はい、ではその他おすすめ情報はありますか。はい、3つほど紹介させていただきたいと思います、はい、まず1つ目がですね、今月2月の14日から23日までの10日間はですね、会場の五ヶ瀬川の方で実際に渡ることのできる桟橋というのがかかります、はい、こちらの方で、まあ、実際に渡っていただいて、うん、まあ、春の時期に五ヶ瀬川を見ながら、花そして桟橋といった、まあ、春の情緒の方を感じていただけたらと思います、はい、そして2つ目がですね、延岡花物語プラスワン情報コーナーを設けさせていただきます。こちらの方はですね、まあ市外の方とか、まあ、もちろん市内の方もそうなんですけど、いろんな方がお越しになられるということで、会場情報と合わせて延岡のおすすめ観光スポットや、おすすめグルメも合わせて、はい、ご紹介させていただきます。いいですね、はい、はい、まあ観光スポットとしては神話にまつわるパワースポット、はい、また地元の、清酒や焼酎ビール醸造所、そして、アウトドア天国の、自然体験などがあります。あ、はい、またですね、皆さんご存知だと思うんですけど、延岡の美味しいグルメとしてチキン南蛮や、はい、餃子そして辛麺など、延岡の魅力をいろんな形で、はい、お伝えして楽しんでいただけたらと思います。これグルメもね、チキン南蛮、餃子、辛麺ときますとね、これ全部もう制覇したい感じですよね。もうそうですよね、はい、もう延岡に来たらぜひもう楽しんでいただけたらと思います。そうですよね、はい、そして最後にですね、うん、今回の花物語のコラボ菓子として、はい、2つ、ご紹介させていただきます、はい、ロリエフタミさんで、ホワイトチョコムースに桜風味のソースがアクセントされた桜といった商品が、はい、販売されております、はい、またですね、トラヤさんの方で、甘さを抑えたあっさりしたあんの入ったサクサクもなかである、ヒューガの花衣という商品も、コラボ菓子として販売しておりますので、ぜひ食べてみていただけたらと思います、はあ、これは今までにないスイーツってことですよね。そうですね、もう花物語に合わせてという形になってます、特別なものですので、この機会にぜひ皆さんにもご賞味いただきたいですね、はい、ではこのイベントに参加するときどうすればよいのでしょうか。はい、このイベントに参加する際ですね、はい、はですね、まず、車で、お越しの方につきましては、14から16日の3日間に限りますけれども、メイン会場、五ヶ瀬川のメイン会場周辺に、はい、十分、駐車場を準備しております、うん、具体的にはその駐車場、あの五ヶ瀬川の、まあ、あの海側を見て、左側、左岸側ですね、ここは一般の駐車場を十分に用意しております。あと新商社の方のですね、駐車場も、松山橋の、下流側に準備しておりますので、はい、どうぞ、お気軽にですね、足を運んでいただきたいと思います。でまたその駐車場からはですね、はい、シャトルバスも、運行しておりますので、はい、自由にこちら使っていただいて会場まで、来ていただければと思っております。でまた公共の交通機関としましてですね、街中循環バスも、通常は土日営業しないんですけれども、臨時運行をしていただくということです、はい、宮殿前とか図書館前、延岡消防署前で、下車していただいて、歩いて、会場までお越しいただければと思います、うん、
はい、でこのお越しいただいた際はですね、この3日間に限っては、五ヶ瀬川に架けられた先ほど説明しましたの桟橋のところと、あと本東寺と内藤記念館と城山公園、それぞれに、本部テントを準備しておりますので、まず来られた際にはそこでパンフレットとチラシを取ってですね、はい、それを見ながら、全てのエリア自由に散策いただければと思います、はい、でそのそれぞれのエリアにはこの3日間は、ガイドボランティアの方がいらっしゃいますので、そこでエリアの説明とか案内を受けていただければと、思っております。あと街頭ボランティアの方がいらっしゃったら助かりますね。そうですね、心強いと思います。はい、お話が聞けると思いますので、はい、ぜひこの機会にですね、うん、来ていただければと思います、はい、では最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。はい、主催する延岡花物語実行委員会の方には、80を超える団体企業個人の方が、参加していただいて、それぞれの特徴を生かしたおもてなしで延岡市内の方はもちろん、市外県外からの観光客の方をお迎えいたします。お気軽に会場の方にお越しいただいて、一足早い延岡の春を満喫できる延岡花物語この花ウォークに、ぜひお越しください。詳しい最新情報に関しましては延岡花物語公式ページをご覧ください。URL に関しては http://延岡花物語.net または、延岡花物語公式ホームページで、検索してください。よろしくお願いします。ぜひ皆さんにチェックしていただきたいと思います。では今日はお話をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。お越しいただきましたのはこの花ウォーク実行委員渡辺義則さんと牧瀬健吾さんでした。以上延岡市政タイムお届けしました。